キチャンネル。じゃあこんにちは。さあということでね、はい、今日は2人でスタッフも誰もいなくて撮ってますけども、はい、これ本当に録画されてるんですかね。録画されてるか、うん、心配ですよね。全部されてなかったらどうします。一応点滅してるよ、録画のね、うん、じゃあ大丈夫じゃないですか。大丈夫だから。カードとか入ってますよね。もうこれ撮れなかったらもう、はい、あのもうサザエチャンネル終了もうあのテンション下がって終了までいきます。あもうやめちゃう、もうでもこれ今日だって今日9本全部でね、全部で9本、今6本撮ってるんだよね。はい、じゃあまあその時はその時ですね、うん、卒業って歌を。ちょっともう今日時間ないんですからと思う早く行きましょうよ、もう今日時間ないんですよ、マット迫ってるんですよ今日。はい、ヤクルト、はい、と、楽天です。はい、ヤクルトの崖っぷちじゃない、ヤクルトのサバイバルポジション、はい、野手はっすね、ショートだけっすね。おー、キャッチャー中村、はい、ファーストオスナ、セカンド山田、うん、サード村上、外野が青木、塩見さん、あレフトもサバイバル。レフト青木選手のとこですか。いや青木ももう全試合とか無理なのよ。あ、まあまあ、そうなってくると、うん、やっぱ休みながらとか、はい、やっぱこの併用っていう形に、うん、多分なってくると思うんだよね、さすがにね、うん、でそういった時にその併用ポジションを勝ち取るっていうところでは、はい、やっぱレフトはサバイバルだね。そうですね、うん、やっぱそのもうフルとかずっと出場は多分きついからね、うん、でショート西浦も、まあ、昨年2割2分3厘ホームラン5本、サバイバルだね、まあ、ここに、はい、元山とかね、うん、まあ、入ってくるかも分かんないし、気だった、うん、ショートとレフトだね、サバイバルポジションは。そう、筆頭候補とかは どうなってくるんですかね。レフトはそしたら誰だろうね、うん、なんか去年優勝してるだけあって、やっぱしかも去年結構ガチガチでね、うん、揃ってましたからね。だから山崎こうね、孝太郎とか、はいはいはい、まあ、宮本は内野だけどね、あと渡辺とかね、うん、外野でいうと、あと去年おととしとかよく出た浜田とかね、はい、でもまあ野手は、まあ、本当のサバイバルはショート、はい、次の世代に向けて、まあ、多分併用になるだろうからレフトもサバイバルだね、はい、だ 1.5 だね、うんうん、で、ピッチャーは先発はまあ奥川でしょ、はい、高橋奎二、うん、小川、石川雅さんもいますね、うん、まあ、でも石川は多分6番目とか5番目に来たら強いのよ、うん、サイスニード、うん、スアレス、はい、そう、外国人2枚入ってくるからね、うん、ほぼほぼ空いてないね。あと原樹里とかね、そうですね、うん、空いてないね。先発いますね。先発はねノーサバイバルなんだけど、はい、その収まるだろうっていう人たちの中で誰が蹴落とされるかサバイバル、はい、だから誰、今までは枠空いてるからそこに誰勝ち残るのかなっていうサバイバルだったけど、はい、ちょっと枠人多すぎて、うん、先発足りひんって言われてたのな。そうですよ、去年先発どうするのってなってましたじゃん、うん、それが奥川、高橋奎二、石川、小川、うん、サイスニード、スアレス、原樹里、はい、高梨、うん、いる、うん、っていう、うん、ところになってくるから、はい、これあれだね、で金久保、はい、そうだ、だから空いてるところに行くサバイバルじゃなくて、はい、蹴落とされるサバイバルです、うん、そん中から誰が脱落するかみたいな感じですか。逆サバイバル、先発1年前の今年は、うん、多分よ、動画見てないけど、はい、うん、まあ、小川でしょみたいな、うん、先発2、3枚空いてるねみたいな感じだったのに。確かに、だって、まあ、去年で奥川投手と高橋奎二投手がボーンって出てきましたからね、うんうん、でも金久保とか入ってきたりとかね、はい、外国人、うん、金久保投手もね、なんか楽しみですしね、うん、新しい選手が入ってくるのは無理です、うん、はい、わお、まあ、まあいいことですけどね。でリリーフ、はい、リリーフはマクガフでしょ、うん、で清水でしょ、はい、田口でしょ、うん、大西、石山でしょ、うんうん、でまあ、去年怪我する前の近藤も良かったし、はい、ノーサバイバル。ちょっと投手陣ないね、枠が。おお、そうなりましたか。ちょっと、はい、あっても、うん、先発長すぎ合わせて 1?、うん、1? まあ、どうかあってもね、うん、まあ、全員が全員でこう調子いいかは分かんないし、うん、あっても1、うん、1、うん、でそこにね、新人の山下投手とかね、はい、まあ、そこで競い合ってね、あの柴田投手とかね、あの来ることを考えたら、でもあっても1です、うん、すごいですね、なんか最下位予想されたチームとは思わない戦力ですね。本当だよね、うん、1年ってこんなにも変わるんだね。変わるんですね。で若い選手が成長したってことなんでしょうね、うん、ピッチャーが1の、うん、野手がショートと、あ、ショートと、あ、そうかそうか、
外野 0.5 みたいな、うん、ほぼノーサバイバル。わお、さすが優勝チーム。そうですね、うん、そういったところでやっぱ今年も楽しみですね、はい、あと今度ね、うん、リリーフね、はい、言った俺言ってないです、ね、はい、危ない。私も今度この年、はい、これね忘れてると忘れられてる、うん、去年いい活躍でしたからね。素晴らしいね、うん、はい、楽天にいてね、うん、そう、楽天出たらめっちゃ活躍するね近藤もそうだしね。そうなんですよね、うん、よかったね新天地、はい、でその長いからの楽天です、はい、楽天の野手は、うん、サバイバルはキャッチャーだけかな。あ、そうかも、うん、ねえ、うん、この資料すごいね。マルホレホスもギッテンスも両方守ってんね。守ってますね、うん、え、DH もギ、うん、岡島出てないもん。本当だ。いや、これはちょっと違うね。うん、まあそうですね。これはやっぱりもう、これはやっぱりマルモルホスが DH に入って、はい、岡島ライトのセンター誰かが、はい、だから、うん、センターはサバイバルだね。そうですね。だから辰巳選手とか西川選手とかね、うん、だからセンターとあとショートも、まあ山崎、ショート山崎と小深田が戦うだけだから、ね、サバイバル空いてないんだよ。そっか、空いてないけどどっちになるかみたいな感じか。どっちがどっちが、だからもう全員フリーで誰でも取れますよっていうところでと、うん、センターキャッチャーだな。そうですね、うん、キャッチャーはね今、まあ、この間のお話ですぐスタメンになるのは難しいっていうキャッチャーありましたけど、まあ、1年間ねレギュラーになるのは難しいけど、うん、そのローテーションで試合出ることはあるかもわかんないからね、はい、2位の安田選手とか、うんうん、銀次郎もいるしね、はい、だからまあキャッチャーとセンターだね。そうですね、はサバイバルだね、うん、あとはまあ外国人のねマルモレホスギッテンス来たから、はい、まあ、最初はそこら辺使いながらっていうところになるけども、うん、はい、まあ、2ポジションだね。センターキャッチャーですね、うん、で続いて先発、はい、先発も空いてなくないですか。空いてませんか。空いてません。先発は、まあ、マー君ね、はい、岸、うん、則本、うん、涌井、滝中、はい、涌井多分もうリリオだと思うよ。先発じゃないと思う。 あ、うん、あと早川投手。早川、あ、涌井投手がじゃあ先発入らないのならば一枠じゃないですか。うん、そうだね、涌井、うん、多分ね先発、まあ、チャレンジするだろうけど、うん、もう確定じゃないよね。涌井ももうサバイバルだよね。そうですか、うん、一枠だね。一枠、うん、はい。でリリーフは、はい、抑えが松井裕樹でしょ、うん、で孫でしょ、はい、で酒井、はい、ブセニッツ、うん、安楽、うん、は入るね。はい、ここ大体確定だと思います。まあでもこれぐらいだね、うん、確定は、はい、ってなったら先発1リリーフ1ぐらいサバイバルだね。そうですね。だから先発はそこに石橋西口とかね、うん、また藤平投手とかも出てきてほしいんですけど、うん、でリリーフだとね渡辺左とか福山とかね、はい、うん、鶴崎選手とか、うん、森原投手とか、うん、そうだね、うん、まあでも楽天も外国人試合だからね。このマルメルホス、ギッテンス、でソンとソンとブセリッツも最後松井裕樹がいなくなってからかなりバタついたからね、はい、うん、だからそこら辺がどう頑張れるかによってチーム力が大きく関わってくると思うけども、はい、あとはちょっともうおじいさん増えてきてるからこうねもうベテランが岸が今年38歳、うん、ね、で涌井が今年36歳、はい、マー君今年34歳っていう、ちょっとこうベテランがね、うん、増えてきてるっていうところがね、うん、1年間ローテーションを持つかどうかっていう、だから持たない時に周りのねこの西口とか石橋とかね、うん、そう西口投手、うん、もしかしたらローテーション入るんじゃないかっていうね。でも1個しかない1個、はい、枠が、はい、だそこにもう本当に涌井、はい、西口石橋、岸投手が、うん、西口投手がちょっと自分のポジションを今狙ってるらしいから、うん、頑張ってこう抜かれないようにしないとってご自身が言ってたので。いやでも全員狙ってるよ先発は。まあそうですね、塩見も、はい、塩見だじゃない全狙うのは全員狙ってる。でもすごいなんかあえて西口投手言ってたんで、うん、多分すごい、まあ、あれじゃないの、期待されてるんだろうなと思って、慕ってきてくれるんじゃないよく。あ、そういうことかな。そうそう、だって身近にいないやつのこと言わないから。そうですね。あ、そうかそうかそうか、可愛い後輩って感じか。そう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 、はい、あでもすごい去年も良かったので、うん、はい、だ先発1中継ぎ1、うん、はい、キャッチャーセンターかな。そんな感じですね、うん、サバイバル、うん、でもまあね逆に言うとそこ埋めていかなきゃいけないからね、はい、そう埋めていくプラスやっぱ浅村がね、うん、もう一回復調しながら、うん、あとは山崎小深田茂木鈴木大地の
戦いだね。でヤクルトはほぼほぼいなかったね。1年前からどうしたんだろうね。いや、こんなに1年で変わるチームあるんですね。ねえ、うん、ないねみたいなね。はい、すごい。あんなに去年だったら外国人がまだね、オスナ・サンタナ分かんなかったし、はい、センターも空いてたしね。ピッチャーも本当にいないって言われたじゃないですか。野手もセンター、うん、ショート、下手したらキャッチャーもサバイバルやなぐらい言われてたところがあったよね。うんうん、絶対決まってるのが村上と山田と外国人かなみたいな。そうですね、うん、でピッチャーも岡場、うん、市川が2番手ぐらい来るんじゃやっぱきついよねみたいなね。そんな感じだったかもしれない。リリーフはまあ清水、うん、マクガフ、うん、いやいないねみたいな。なんかもう先発リリーフで5番手空いてるかもねみたいな感じ言ってたの。それでみんなまあ再開予想する方も多かったんですからね。そうそうそう、それをもうね埋め切ったっていうのもすごいよね。ってことはじゃあオリックスも楽しみですね。楽しみだね。はい、どうなるかね。はい、はい、ということで今週はここまでです。はい、今週はというか今日でした。はい、さよなら。はい。